皆さんこんにちは。河内男節でも有名な演歌歌手でおなじみの中村光子さん。中村光子の緊急逮捕の真相、病気で入院の実態について紹介します。まずは中村光子さんの経歴とプロフィールから紹介します。中村光子は大阪府東大阪市生まれの演歌歌手女優として知られています。大阪で絶大な人気を誇り、河内音頭や浪曲をベースに情熱を込めて歌い上げ、多くのヒット曲を生み出しました。彼女の代表曲には河内男節、島田のブンブン、まぶたの母、人生桜、だんじりなどがあります。生い立ちは厳しいもので、両親は戦闘で働き、家族全員が6畳1軒で過ごす中、中村光子は歌謡曲や浪曲に親しむことで育ちました。その歌声は夏祭りののど自慢大会で一等賞に輝くほどのもので、幼少期からその才能が開花していました。京国商業高校在学中に演歌歌手発音や検事の門に入り、河内音頭の音頭取りとして一躍人気者となりました。しかしデビューまでの下積み時代では、契約トラブルや台湾での興行など困難に立ち向かう姿勢が試されました。1975年には自主制作版を発売し、1979年に日本コロンビアよりメジャーデビューを果たしました。30代を迎え、一念発起して浪曲師春野百合子に師事。その後作曲家富田真嗣との出会いをきっかけに、1986年に恋の日ごつばき、夜の千日前でワーナーパイオニアよりメジャーデビュー。その後ヒット曲河内男節で地元を中心に口コミで広がり、全国的な注目を浴びました。彼女は演歌一やテレビ大阪や乾杯トークソング MBS テレビで司会を長年にわたり務め、軽快なトークと愛されるキャラクターで視聴者の心をつかみました。1992年には NHK 紅白歌合戦に初出場し、その後も常連歌手として15回出演を果たしました。座長公演では大阪新歌舞伎座や新宿コマ劇場で動員記録を打ち立て、慈善活動として盲導犬育成支援活動に取り組み、みつまめ会を通じて多くの盲導犬を社会に送り出しました。その功績が認められ、第8回街角のフィランソロピスト賞を受賞しました。中村光子はその情熱的な歌唱と温かい人柄で多くのファンに支えられています。演歌の舞台やテレビ番組を通じて彼女の魅力を広く伝えていくことでしょう。子供の頃はとても貧しかったという中村光子さん。中村光子さんが小さい頃はご両親とも戦闘で働いていたそうです。弟様はボイラー技師で、お母様は掃除役だったとか。中村光子さん家族は7人家族ということでしたから、成長盛りの子供を養うには難しかったのかもしれませんね。そんな中村光子さんのデビューした当時は36歳、苦労を重ねて歌手デビューを果たしました。そしてご自身の結婚については、2011年6月28日放送の徹子の部屋に出演した時に、夫は公務員で今年定年だと話されていました。そのお話から中村さんが結婚されて幸せに過ごしていることは分かりますが、夫が逮捕とはどういうことなんでしょう。2017年1月17日放送の「徹子の部屋」にはデビュー30周年記念コンサートをされた中村光子さん。2011年出演時に、夫は公務員で今年定年しており、夫が率先して掃除をしてくれると嬉しそうに話していましたが、現在はどうされているのでしょうね。中村光子さんは結婚してご優しい旦那様とお子さんが2人いらっしゃいます。お子さんについては息子さんと娘さんがいます。しかし現在のご主人と出会う前に辛いがあったと自叙伝で明かしている中村光子さん。その男性とは結ばれなかったのですが、その時に授かった息子さんを育てていました。娘さんは現在の旦那様との間に授かり、苦難を乗り越えて今ではお子さんはお二人とも成人されて幸せに過ごされています。調べてみると、まず中村光子さんは初婚であるものの、依然付き合っていた男性との間に男の子を設けており、未婚の母として育てていたことが分かりました。またどうやらその男性とは性格の不一致でお別れされてしまったようです。そしてその後に結婚したお相手というのが現在の旦那さん。そのため中村光子さんの旦那さんといえば、
現在の旦那さんしかいないということになります。では旦那逮捕というのは、公務員で現在は定年を迎えているという旦那さんが逮捕されたということでしょうか。ご主人の逮捕歴について調べてみましたが、ご主人が逮捕されたなどという情報は一切出てきませんでした。ですのでこの噂については出所さえはっきりしない全くのガセでした。中村光子さんが潰瘍性大腸炎で大阪市内の病院に入院していることが5日分かりました。2017年11月下旬から腹痛を訴え、先月18日に病院で検査をされました。その日から療養を兼ねて入院され、今月下旬に退院される予定です。月内の仕事は全てキャンセルされます。中村さんはこれまで病気といっても風邪をひくくらいで入院するほどの病気は生まれて初めてです。デビューが遅かった分、他の方の倍のペースでやらなあかんと思って頑張りすぎたのかなと思っています。でもここらでちょっと一休みと神様からの通達だと思ってちょっとだけ休ませてもらいます。また2月から元気に歌いますよって、その時は安静頼んますと話しています。所属事務所では、中村さんは主婦でもあり自宅療養だと年末年始の時期と重なって本人が忙しくしてしまう、療養を兼ね入院をして大事を取っていますと説明しています。中村さんは病気をきっかけに現在は週1、2回のペースでジムが良い、体を鍛えることで歌手として、そして5人の孫を持つおばあちゃんとして輝いています。ジムに通い始めてもう6年目です。2017年に潰瘍性大腸炎になって死とか暗い入院したのですが、退院後の体力の衰えに驚いたことがきっかけ、足に力が入らなくて階段で転びそうになったり、歌番組では座っているだけで徐々に斜めに傾いてしまう、人間って案外弱いんだなって感じました。演歌歌手の中村光子さんが2009年11月11日大阪府橋本徹知事に盲導犬を寄付されました。昨年の日本レコード大賞で最優秀歌唱賞を受賞された力強い歌声、そして贅肉のないスタイル、大病とは無縁の彼女に元気の秘密を伺いました。盲導犬光子号第1号は1994年に寄贈されました。前年、目の不自由な沢一とその妻を里が題材の坪坂城はを歌ったことがきっかけでした。それから毎年、多い時は年間ごとを寄贈されます。今年は30頭目で1頭300万円というから、15年間で総額9000万円に上ります。42歳で亡くなった母親とゆっくり話したことはありません。5人の子供を育て仕事もされていた、昔の人は偉いな、自分のためがないんだもんねと考えでした。母の年齢を超えた今、母の生き方が分かった気がします。母に自分のためがなかったのではない、子供のため、人のためは自分のためということだと、人の役に立つこと、喜んでもらえることをせなあかんなと思います。自分のために巡ってくるの、例えばゴミ一つ拾ってそれで自分にいいことがあって、そう思うと嫌ではありません。たくさんの人の笑顔が自分の幸せにつながると考えています。盲導犬などのチャリティー活動をだからこそ進んでいっています。中村さんの両親は東大阪市の銭湯に住み込みで働き、父親はボイラー技師、母親は脱衣場で子供の世話や掃除をしていました。3つ上の姉、2つ下の妹、4つ下の弟、9つ下の妹を合わせた7人家族で銭湯裏の6畳1軒に暮らしていました。幼少期はラジオから流れる歌謡曲や浪曲を聴いては風呂場で歌ったりして育ちました。その歌声は夏祭りののど自慢大会で一等賞になるほどで、父親の自慢でもありました。一家はかなり貧しく、家計を支えるために小学2年生の時から姉と近鉄ひょうたん山駅の前に机を置いて新聞販売、4年生からは新聞配達を200件近く配っていました。この頃働き詰めで、母親は栄養失調で何度か倒れ、中学2年生の時には半身不随になり話せなくなっていました。結局母親は1ヶ月ほど寝込んだ末、43歳の若さで他界しました。母親の死後、家族は離散することになりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。
よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。